はいどうも、はい、念のためです。念のためですよ。念のためお知らせの時間でございます。イマジナリーラインたったた探検組合さんがお送りする春夏じゃなくて秋冬コレクションですね。秋冬コレクション、秋冬コレクションのね、10月17から21、なんで念のためかっていうとですよ、もうねほとんどもう売り切れてます。ほとんど売り切れてます。なので一応空いてる回もあるから念のためってことです。だいたい僕この告知というかあれですよ、動画の後ろにくっつけるバージョンはバン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 一応それも念のため出してはいますけれども、これも毎回毎回いつもですね、こうやってこれだけのお知らせだけの動画をだいたい毎回ね少なくとも 3、4回はこう出すようにしてるんですけれども、今回はあまりにも、もうあんまりにも売れるスピードが速すぎて、もうそんなもうね追いつかないってことで、もうこれ最後にします。2回目ですけどこれ最後にします。残ってるのが確かですよ、日夜21日の夜とあと19日、金曜日の昼、この2つは間違いないです。あとはもう基本的には埋まってるのかな。土曜日の昼ももうなくなるっつったかな。まだまあそういう状況なんですよ。金曜日のお昼の会と日曜日の夜の会はまだ大丈夫です。もしまだね見に行こうかな、どうしようかなっていうふうに考えてて、ご予約まだの方はぜひそちらの方で、まあこれリンク貼っときますんで、それでどの会を選びますかっつったら大丈夫なとか出てくるんですね。まあもちろんこれキャンセルが出たりとか、キャンセル待ちとかもあるからな、もう結構なあれで今までダメだったのがピュッて大丈夫になったりとかすることもあるかもしれないです。あるかもしれない。僕はもうこれだけは間違いないっていうことはね言えないから何とも言えないけど、そういうこともありえますよ、ありえます。ただもう間違いなく余裕っていうのは、余裕っていうかまだ大丈夫だっていうのは今日の時点ね、去年何日だっけ、28か28日金曜日の時点では、そうですね、金曜日19日のお昼と21日の夜というか夕方のね会で、まあこのお昼の会なんかはちびっこウェルカムステージですからね、ちびっこを連れて遊びにぜひいらしてくださいっていうところです。まだ2回ですからね、いつも 3、4回はもう硬いんですけどね、あまりにも早いから、たったた探検組合さんあまりにも大人気すぎて、まあ超えてはならない線を超えていけっちゅう話です。そういう話、まああんなことが起こったりこんなことが起こったり、ってなったりとか、まあいろいろ楽しめること間違いなしだと思いますんで、皆様ぜひ遊びにいらしてください。池袋です。シアターグリーン、17日から21日までですけど、空いてる会はだいぶ減ってきています。ご予約のリンクを動画の説明欄に貼り付けておきますので、そちらの方で大丈夫な日にちだけ出てきますので、選んで遊びにいらしてください。皆様にお会いできるのを楽しみに木島お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは